それでこういう水辺にですね、はいはいはい、あの次の野食材ありました。これはセリですね。あ、そこにキノコ出てますね。はい、これとかもっと大きいのがこっちですね。はい、これは何ですかね。はい、ここにですねウドがもう大群生してるんですけども、はい、ここにキノコありますね。これはいや、ボリボリっぽいですよね。はい、今日は5月18日です。今日はここはですね、札幌郊外の里山に来ています。ここに来るのは今季2回目ですね。しばらくぶりです。まあその間にですね、もうすっかり山は緑に覆われました。あとこの私の手前にはですね、これもう吹きが延々と並んでます。あの山に入らなくても吹きだけならばもう腐るほど取れますね。まあしかしですね、今日は、この山に入って野食材を探していきたいと思います。いや、もうこれ川なんですけども、山に入る前の川なんですけども、もうものすごい茂っちゃっててですね、草がもう歩くの難儀しますよ。川はもうあの水流は少なくなってるんですけども、周りが草がすごくてですね、それでまあ早速ですね、最初の野食材見つけました。これです。まあ野食材吹きとかですね、あとここにもこれエゾイラクサですけども、まあいくらもあるんですけども、あ、先にエゾイラクサじゃあ説明しますか。これエゾイラクサですね。でもちろん食べられるんですけども、まあまずくもないけど大してうまくもないということで、よほどのことがない限り私取ってきません。で東北地方はですね、あの同じイラクサでもミヤマイラクサといって、あの非常に美味しい山菜、アイコと呼ばれて東北地方では結構珍重されているようなんですけども、北海道にはですねミヤマイラクサないんですよ。で代わりにこのエゾイラクサがあります。でエゾイラクサの特徴はこのように葉が対線になっていると、同じとこからこう2つ出てますよね。でもミヤマイラクサは交互に出てるんですよ。そこが違うんですね。そこが違うだけじゃなくて、味もまあ私ミヤマイラクサ食べたことないんですけども、多分非常に美味しいみたいです。ただエゾイラクサはまずくはないけども、まあただのいわゆる草っていう感じです。食べられる草っていう感じで、まあよっぽどのことがない限り私は取ってきません。で私が取ってきたいのはこの横にあるこれです。はい、これ山ぶどうですね。で山ぶどうのもう大きくなっちゃった葉はですね、食感悪いし多分あんまり美味しくないんだけど、このここもあれですよね、花、これから花が咲いて実になろうってしてるとこですね。まあ、こういう芽のとことか、こうですね、それとか、あとは、あ、まだここですね、こういうまだ出たばっかりのとこ、こういうとこを選んで少し天ぷら用に取っていきたいと思います。はい、ここにですねオタマジャクシがたくさんいますね。ほら、なんですかね、多分まあエザアカガエルだと思うんですけども、いやエザアカガエルこんなにたくさんいるのにですね、なかなかあの生態に出会えないですよね。こいつらがみんな大きくなったら すごい、ここだけで100匹は下らないですよね。相当な数のエザアカガエルになると思うんですけど、まあヘビとかに食われちゃうんでしょうね。それでこういう水辺にですね、はいはいはい、あの次の野食材ありました。これはセリですね。はい、セリ、まあセリの特徴はあのセリ科なので当たり前ですけども、まあ3つに分かれます。そこは同じです。ここ3つに分かれてますよね。こう葉っぱが横に出てまっすぐして、またここで3つに分かれてる。それでまああの根から取る人多いんですけども、根は美味しいと言って、で私あの根、ね、食べたんですけども、
まあ、刺してこの釘と同じ食感で美味しいとも思わないし、なんて言ってもですね、あの根から取っちゃうと洗うの大変なんですよ。この上だけ取っていくと、もう水の中でシャカシャカってやるだけで、もうほとんど汚れてないですよ。これ洗う必要もないぐらいなんですけども、いいんですけど、根取ってっちゃうとですね、まあ、あの洗うのにすごく時間がかかるので、私は根取ってきません。それにまあ根残してあげた方が、あのこの白も傷まないですしね。で、匂いはですね、あのセリ科なので、セリの非常にいい匂いします。はい、ツンとくるセリの匂いしますね。はい、まあ、あんまり同じとこは取らないようにいろんなとこから取るんですが、実はここ以外にももっといっぱいあるとこあるんですよ。それでまあ同じとこかばっかり取らないで、いろんなとこの群落からちょっとずつ間引いていった方が衰退しないでいいと思います。はい、セリですね。はい、ちょっとこう湿原になってるんですけども、で横にこういうちっちゃい川が流れてですね、そこにこうセリありますね。でところがですね、これ去年ここであのセリもういっぱい群生してたくさん取ったんですけども、たくさんつってももちろん間引いて取ってるんですが、でももう衰退してますね。まあ、ちょっと取っていきたいと思うんですけど、さっきのところがむしろあったぐらいですよ、これね。これあるんですけども、もうまばらになっちゃってます。で、代わりにこの何ですか、足ですか、ちょっと私詳しくないんですけど、これこの足がもう侵略してきて、多分これ数年のうちにここのセリはもう全滅しますね。まあだから一回見つけてもですね、数年しか持たないですよ、セリのあの白というのは。あのどんどんこうやって衰退して他の植物に取られてしまって、で新たにこう洪水かなんか起きて他の植物が全部枯れると、そこにまたわーっと生えてですね、でまた数年かかって衰退していくと、そういう感じですね。まああの少しまたここでも取っていきたいと思います。はい、セリですね。あ、そこにキノコ出てますね。はい、これとかもっと大きいのがこっちですね。はい、これは何ですかね。まあ縁取りツエタケですね、多分この雰囲気は。はい、そうですね、こうやるとひだに縁があるの分かりますよね。はい、縁取りツエタケです。これ結構美味しいですね。あの美味しいので取っていきたいと思います。この辺どうですか。まあ縁が見えるようで見えないと。あの若いほどですね、縁がはっきりするので、これどうでしょう。茎が折れた。いや、意外と発見しないですね。はい、多分縁取りつけただけだと思うので、あの取っていきたいと思います。まだここにもあるし、こっちの方にもありますね。うん、まあかろうじてひだの縁が縁取られてる見えますよね。はい、ここにですね、ハリギリがありますよ。ハリギリ、私いつも小さい木しか見つけてないんですけど、ここはすごいです。これほら、こんな太い、でここにすごい鋭いトゲがありますよね。こんな太いですよ。いや、もっと本当は大きくなるんですよ、ハリギリ。すごい大きくなるんですよ。こんなもう30センチぐらいにもなるんですけども、それでこう上を見渡してみると、はいはいはい、ハリギリの葉っぱですね。5葉5個こうなってて、で5個ですね、1箇所から5個出てるんですよ。
はい、こんな感じで一箇所から5号出てるんですね。はい、ここにですね、コシアブラありますね。これです。この木です。こっちじゃないですよ。この細い木です。で、コシアブラトゲがないので、こうできるんですが、残念ながら、はいはいはい、こう、もうこんなになっちゃってます。はい。コシアブラもですね、ハリギーと似てますよね。一箇所から、ボーンと5個ぐらい枝が出て、伸びきってますよね。で、またその先が5個ぐらい、葉っぱついてますよね。ほら、1、2、3、4、5。コシアブラ。もう大きくなっちゃって、当然これダメです。ここ、今シーズンはこれで2回目で、他のとこに行ったりしてたので、もうコシアブラの時期を逃しました。はい、ここにですね、これ山ぶどうですよ。山ぶどうのツタ。これ相当太いツタなので、重ですね。たわわに、去年の秋たわわに山ぶどうがなってたと思います。で、まあ、せっかくなので、こういう新芽をですね、ちょっといただいていきたいと思います。ここどうか、これとかですね。はい。はい、ここに茎がわーっと生えてますね。まあ今までも散々生えてたんですけども、できるだけ茎がですね、青い赤くなってないやつがあるとこを選ぼうと思ったんです。もうかなり大きいですね、これね。これほっとくとどんどん大きくなって硬くなっちゃうので、もうギリギリこれ終わりぐらいですね。ここでせっかくなので取っていきたいと思います。今、葉っぱはですね、これ持ち帰っても生ゴミ増やすだけなので、ここで取っていっちゃいます。はい。いや、もうかなり太いし、まあ、かろうじてまだ緑って感じでですね。あと、この辺にいくらでもあるので、少し取っていきたいと思います。あとですね、これなんだ。キノコですね。はいはいはい。これ。なんすかこれ。えのきたけっぽいですね。えのきたけですね。ちょっと食べれるか。微妙なとこですね。えのきたけ。こっちは絵が白いので、まだいけるんじゃないですかね。こっちは、まあ食べれないことはないですけども、まだ腐った匂いはしてないので食べれないことはないですが、まあえのきたけ2本取ってってもしょうがないんで、まあこれはここに残置します。こうやって取ってもですね、まあここから胞子が飛んでこの辺広がりますので、こうやって置いときます。はい。ここにですね、ウドがもう大群生してるんですけども、みんな大きくなっちゃってますよ。これ全部ウドです。あっちの方も、あれも、この辺も全部ウドですよ。で、もうちょっと大きくなってるので、でもその中にですね、ほらほら、これ、こういう小さいのもあるので、出たばっかりの、これですね。これ2本ぐらい、はい、これ取っていきたいと思います。あ、結構太いですよ。小さい割には多分雪があって、これ出遅れたんですね。この株はもうこの横なんてもうこんな大きくなっちゃって、すごいですよ。これもう60センチぐらいあるんじゃないですかね。こういう根は天ぷらでいいので取っていきます。これ
撮ってたら切りないですよ。ものすごい量になっちゃうんで。じゃあまあとにかくですね、この小さいこのウド取っていきたいと思います。私まあ、あ、影になってる。私ですね、あんまり根元深く取らないんですよ。根茎まで行ってもですね、結構食感悪くて美味しくないので、まあウドも炒めますしね。まあこんだけあったら炒めるのもクソもないんですけども、はい、いいですね。すごい太いですよ。でまあギリギリ許せるレベルの大きさです。これ1本ともう1個この横ですね。はい、これも太いですよ。でも大きさは許せる範囲です。はい、ウド2本。いや多分もっと取りますよ。だってもうこれもう全部こっから向こう全部ウドですから、もうちょっと探して取っていきたいと思います。はい、ここちょっと見晴らしが良くてですね、気持ちもいいし、まあさらにですね、熊対策ですよ。こう見晴らしがいいとこでお昼とか食べないと、こう、熊が近づいてきてもわからないですかね。これ見晴らしがいいので、まあさすがにこの、そっちの森の中から現れたら近くに来るまでわかんないですけども。でもまあ、360度、非常に見晴らしがいいので、ここでですね、でしかもここちょっとね、平らになってるんですよ。で、ここでちょっと昼食取りたいと思います。で、まあ、昼食取ろうと思ってですね、荷物を置いたら、ちょうどいいウドありまして、こんな大きくなってるもん、これなんてもう1メートル近くあるんじゃないですか。すごいですよね。だけど、そのすぐ横に、こんな可愛いウドがありました。可愛くってもですね、ああ、でもこれ誰か取ったか。取ったか鹿が食べたかですね。鹿食べるんですよ、これ。まあ、熊かもしれないですけども。ああ、これもだな。これもこっちは、いや、これ、多分誰も取らないですよ。私しか来ないので、鹿だと思います。鹿食べるんですよ、これ。でも、こちら側の株もらっていきますかね。このくらいだったら、いいので。はい。こんな感じですね。もう、こんだけ大きくなっちゃってると、いや、周りの、あれですよ。ウドがですよ。あ、これもいいですね。この横はこれ鹿が食ったみたいですけども、この横は、あ、で、ここも鹿食ってますね、これね。だけどこれは真ん中は食ってないので、これいただいていきます。はい。太くてですね、短くて。ちょうど春先のウドみたいで、いいですね。まあ、ウドこんだけ取りましたが、もうちょっと、いや、なんて言ったってすごいんですよ。もうここウド、もう周りみんなウドなんですよ、全部。まあ、ウドじゃない植物も、ありますけども、とにかくウドすごい。この辺もそれも全部ウドだし、ウドに囲まれてるので、まあもう2、3本短いのを取っていきたいと思います。で、その前にですね、ここに座って昼食を取りたいと思います。はい。今ですね、お昼食べた斜面の上の方までのところを登ってきたんですよ。はい。そしたらありましたよ、これ。ほら。これです。オーバーギボシですね。もうかなり大きくなってますね。ギリギリって感じですね。これを逃したら、もう花が咲いてしまって食べられないと思います。じゃあちょっと、取ってきたいと思います。この辺結構たくさんあるので。いや、足場が悪くてですね、ちょっとカメラが揺れてますけども、それでもうこんだけ大きくなっちゃうとですね、この葉っぱの部分はもう苦いんですよ。だからこの部分はもう持って帰ってもしょうがないので、取ってきます。
どんな風に撮るかというと、ちょうどこの部分をですね、ハサミで、はい、こんな感じ、こんな感じに切っちゃいます。で、この柄の部分だけもらってきます。それからこの袴、袴は食べれるんですよ。袴のところ、結構ぬるぬるして美味しいんで、袴のところも、回収していきます。はい、ここにキノコありますね。これは、いや、ボリボリっぽいですよね。いや、ナラタケっぽいですよね。はい、ツバがあって、頭頂部にゴマ粒用のささくれ、うん、根元がはっきりしないですけど、いや、これナラタケですよ。ここにもちっちゃいのありますね。ああ、根元がくるっとしてるからはっきりするんですけども、はい、いや、ナラタケですね、これ。これ取っていきたいと思います。はい、いや、もう早くもナラタケ取れましたよ。はいはい、ここにですね、大花うどあります。ただもう大きくなっちゃって、これ多分これから花を咲かせるとこですよね。で、まあ、この辺の茎取ってってもいいんですけども、こんなにもうこれ1メートル近いですよね。まあ、ちょっとこんなでかいとどうなんでしょう。あんまりこんなでかいの取ったことないので、ここ日陰なのでもうちょっと低いですね。大花うどあるんじゃないですか。これ、ここありますね。はい、これ。これならいいんじゃないですか、角落ちで。まあ、これでも十分でかいですけども。これ。はい。いや、もう、すごい長いですよ。ただ、このまだ根元から、スーッと伸びて、枝分かれしてないですよ。ここからまたもっと成長するんですけども、ここ3つに分かれてますよね。ここで終わってるので、これはまだ比較的若いですよ。これ取っていきたいと思います。もう最後ですね。大花うどももう、わかめなんてないですよ、新芽なんて。この茎だけです。茎がわずかに使える程度と。で、これ、ハサミで切らないと、後で皮むくので、手でちぎると、あれですよ、潰れちゃって剥きにくいので。で、これさすがにこれ長いので、ちょっとリュックの中入らないので、半分に切っていきたいと思います。あ、半分にならなかった。均等に切れなかったですね。いや、あとこれもいきますね。これもいきますよ、これも。これも取っちゃいましょう。これも半分に切りますか。はい。この横にはこれ大ウバユリですね。うん、大ウバユリだけど、これ立ち上がってますよね。立ち上がってるのはダメです。これ根っこを掘ってもですね、輪郭出てきません。まあ、大ウバユリはそのうち撮りますので、その時にまた詳しく説明します。はい、車が見えてきましたので、これで帰りたいと思います。